はあなたの姿、やっと会えるね。あなたはこれからフシの存在、レブナントとして目覚めの時を迎える。レブナントとして生きるために知っておいてほしいことがあるの。よく聞いて。レブナントはその血にブラッドコードという特別な力を宿すの。どんな力のブラッドコードが自分に宿っているのか、実際に試して確認してみて。ブラッドコードは一人に一つだけど、あなたは違う。あなたがもともと持っていたブラッドコードはすでに壊れ消失してしまった。だからこそあなたには無限の可能性がある。あなたにしかできないことがある。あなたの血でしか救えないことが。さあ、目を覚まして、世界を救って。おかえりなさい。気分はどうですか？私も覚えていないのです。あちらです。ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫。血の泉が乾きを癒します。
乾いている。泉に実る血の涙が渇きを癒す。そう聞いていましたのに、こちらへ。やはりあなたは。さあどうぞこれを。新たな泉と労働力、どちらも確保だ。今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。立て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。ねえ、お前さんたち。サンバ、ドンバ、これと。ここも枯れたか。正気が濃くなっているな。くせ、次の聴衆まで時間がないってのに。準備完了しました。ああ、すぐ行く。ふん、枯れているのはこいつらも同じか。そうです、枯れてますから。こんな正気の中での探索は無茶です。今日は。これが何か分かるな。血類だろ。そう、この血類を今から探してきてもらう。この先の地下道でな。血税の徴収日まであと少しだが、今の俺たちに余分な血類なんてない。このままじゃ血も涙もねえシルバの犬どもに身ぐるみ全部剥がされちまう。まあ、そういうわけだ。なんで僕たちがそんなこと。文句があるなら、血税なんてクソみたいな制度を作ったシルバー様に直談判でもするんだな。まずはお前らだ。さっさと動け。ダメだ、みんなを巻き込んでしまう。今は従うしかないよ。
次。おっと、お前は俺たちと留守番だ。戻ったら返してやる。回収した血類と交換にな。最近はここらにもハンターが出るそうだ。全滅だけは勘弁してくれよ。さっさと行け。えいっ、おい、大丈夫か。ここから上に戻るのは無理か。帰りは別の道を探さないとな。あ、俺オリバー・コリンズって言うんだ。よろしくな。開かないんだね。絶対に血類を見つけよう。ロストの死体、初めて見た。ああ、死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だった。変化が始まるまで何年もかかるやつがいるみたいだから、放っておいていいと思うよ。落ちないでくれよ。わかった、待ってるよ。何かあるね。たくさんあるけど、空箱かな。落ちそうだ。気をつけた。いや、大丈夫って説得力ないよね。このマスク旧式だからかな、ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫。あの女の子、仲間なんだろ。血類を見つけて早く仲間に来てあげないとな。あ、上にロストがいる。
ちに行けばいいんだろう。やった、開いた。中身は何だろう。武器が振りにくいね。ここじゃ不利だ。あれ？さっきの人じゃないか？どうした？どこか怪我でも。うわっ！ついてないな。少し休んでから行くよ。大丈夫だって。いいから、ほら。君は、血類を探さないと。あの子が待ってるから。
お前もタボレンドだ。それは助かる。短い間だが。お互い無茶はなしで行こう。準備は万全にな。待ち伏せか。貴重な物資だ。ありがたくもらおう。少し待って。見落とすところだった。登ってみるか。今行く。これは、まさか。後で事情を聞かせてもらおうか。洞窟と建物がつながるとは不思議なものだ。一体何が。
破って作った湖か。ロスト。よし、進もう。何か見落としたものはないか。よし、地上の光だ。ロストに落ちた奴は二度と元には戻らない。迷いは捨てろ。無事だったか。ところで、お前たちは。レブナントに定められた義務だ。例外はない。血液か。そいつには触らない方がいい。触れたものに侵食し、ロストに変える危険な石だ。囁きに耳を貸すな。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。誰かが犠牲になるしかないんだ。
待て、何を。手を離せ、飲み込まれるぞ。大丈夫、あなたなら。今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は。血類を治めるのが保護区に住むレブナントに定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。お父さん、お母さん。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのような野良のレブナントは死に物狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。血が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。今のは一体。記憶、あの血液に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。よろしくな。ひどい景色だろう。クイーンに勝利した後、突然現れた赤い霧。あの霧の出現によってあらゆるものが閉じ込められ、
シルバが君臨するレブナント社会が誕生した。霧の牢獄。霧に閉じ込められたこの世界は、いつしかそう呼ばれるようになった。血を求めて、危険な正気の中を歩き回り、何度も死に戻りながら、血類を探していく毎日。レブナントには血が必要だ。血に乾けば、あの化け物、ロストに変貌してしまう。お前を捕らえた連中たちもまた、ロストの恐怖におののき、血を求めた。ありきたりのレブナントだ。けれど、さざ波は立った。お前は正気を晴らし、血類の泉を再生させたな。どこでその力を手に入れた？記憶の欠損か。他に覚えていること？珍しいな。ほとんどの記憶を失うとは。彼女もそうだったが。